撮ってますね。今ね、LA にちょっと向かってて、サンディエゴから。そう。今日から試合で、今移動して、ホテル行ってから、球場に行こうと思って、今車の中ですね。車で大体2時間ぐらいですかね、そのホテルまでは。うん。あと1時間40分ぐらいですね。LA は飛行機移動じゃないですね。うん。車で、基本的にはバスでチーム便は出て、で、昨日休みだったので、一応昨日の夜多分チーム便が、バスが出てて、で、多分自分たちで、投影作る人は来て、みたいな感じですね。車の中に他の選手いますか？いないですね。一人です。うん、中日首位です、今。あ、そうなんですね。すごいですね。道空いてますか？まあ、この時間はそんなにあれですね。運転手さんいますよ。そういう、なんていうのかな。まあ、ハイヤーみたいな感じで、昨日からもうお願いしてて、はい。ダルさんはひろゆきさんと親交があったと思いますが、ぶっちゃけ例のあれどう思ってますか？ぶっちゃけ例のあれってどういうことですか？全然わからないですけど。朝ごはん何食べましたか？さっき、おネギ握ってもらったんで、それを今ちょっと食べてます。その、で、家出る前にプロテイン飲んで、ですね。天気いいといいですね。今日ちょっと天気あんまり良くなさそうですね。まあでも雨降るってことあんまりないんで、まあ曇ってはいますけど、うん。山川選手がブーイングされてるの見ましたか？いやー、なんかね、その、ブーイング、押されたっていうのはなんかそのツイッターでなんか見たけど、映像とかその音とか聞いてないですね。ひろゆきさんの暴言、わからない。具体的に何かを言ってもらった方が楽です。和食好きですか？好きですね。うん。杉谷健士の動画見たりしますか？なんかちょいちょい見たりしますよ。最近はちょっとわかんないけど。うん。涼しい方がやっぱり投げやすいですか？僕は暑い方が好きですね。うん。あ、ロス土日雨。あ、そうなんだ。え？ね。これ多分日曜日投げるから。そうなの？ちょっと待ってくださいね。あんまりね、ロサンゼルス。降らないんですけど、まあでもこのね、春先はまあちょいちょいあるから、あとはあの、冬。あさって、あ、ほんとだね。明日しかも結構強い雨じゃないですか、これ。すごいな。ひろゆきさんが水原さんの件で大谷さんが嘘をついてると言ってたけど、あ、そうなの。それはちょっと僕は何ともわからないですね。どういう風に言ったかとかも関係あると思うんで、それだけの情報で何とも言えないです。あ、杉谷健士が中田翔をインタビューしてる動画、ダルビッシュさんについての話、それちょっと見ましたね。うん。ルイさん200勝どれくらい意識しますか？いや、全く、まあ、200はすごいと思うけど、その何も正直はないっすね。そこに関して。
あ、ドジャースタジアムには銀だこあるみたいです。たこ焼き好きですか？あ、たこ焼きはまあ好き、嫌いでは別にないし、そんなでも大人になったら食べることないでしょ。病気療養中なのですが、何して時間を潰せばいいですか？何して時間を潰す？いや、自分が何の仕事してるかとか、あれにもよるんでしょうけど、なんか自分のためになることを考えて、まあ本読むでも何でもいいですけど、した方が、ゴロゴロ何もしないよりかいいと思うんで。イ・ジョンフさん、どんな感じですか？ああ、この前サンフランシスコにいましたけど、開幕の時よりやっぱちょっとなんか力んでる感じが、なんか上半身とか特に、ちょっとしましたね。開幕シーズンの時の方がもっとこうなんか、自由になんか、なんていうのかな、こう、プレイしてたように見えましたけど。記録はあんまり意識されないですか？あんまりそうですね。もう全然そうですね。そこは何もないですね。セブンイレブンの夜勤中、あ、そんな聞けるんですね。その、イヤホンでやってるんですかね。来ましたね、今日も。このくす玉。ありがとうございます。中地さんと中田さんが中日ドラゴンズを変えてくれてるって自分は思ってますが、ダルビッシュさんはどう思いますか？何もわからないです。その中の状況わかんないんで。まあでもベテランがね、やっぱり違う球団でずっとやってたベテランがいるのは大きいんじゃないですか？まあ、特に最近こう苦しんでるチームからすると。あ、これからランチでチーズケーキファクトリー食べてきます。ゆっくり楽しんでください。トミー・ジョン連発どう思いますか？まあ、こうなるでしょうねっていうところですね。これはもちろんもう自分も含めですけど、そういう時代にいるってことですよね、やっぱり。筒香選手が NPB 復帰決まりましたが、どこのチームに行くかの情報が出てなくて不安です。横浜に戻ってほしい。ね、なんかそれは結構見てますけど、この情報は。報道？まあでもこの、自分がやっぱり一番出れるチャンスのある球団を普通は選ぶと思うので、まあもちろんそれは本人にとっても横浜がベストなんでしょうけど、まあそこでこう自分が出れないとか、自分が出ることによってレギュラーがね、外れなきゃいけないとかっていう状況になるんだったら、まあ契約しづらいでしょうね、やっぱり。メリンのセンター守備本当に初めてなのかってぐらい上手いですね。そうですね。本当に全然全く違和感はないですね。筒香巨人行くと思いますか？どうなんですかね。一応エージェント一緒なんで、例えば筒香君がね、今後どうするつもりだとかなんか、そういうのが、ね、日本帰るんだったらそういうのも、連絡そのくれたりするけど、エージェントはさ、今回でも筒香君が、報道？日本復帰なんか、どうとかっていう前に一回その、まあ、マイナー契約一回、やめました、みたいな。まあ、FA になりました、みたいな報告がくれたけど。あ、ヒロミ君今日2勝目しました。単独2位、今年のファイターズ。2勝目いいですね。さっきなんかちょうどファイターズのツイッターの投稿で伊藤君の2勝目が報告されたんで、いいねを押しておきました、それは。今永選手のフォーシームは回転数が多い分、球速よりも速く感じるけど、回転数の多い球はバットに当たるとフライが飛びやすいとかってあるんですか？どうなんだろう。今永君の回転数。ま、あの時はそんなだったけどね、スプリントレーニングの時とかは。ちょっと今、ちょっと見ますね。今のが、惜しい。
本当だ、2500ある。これスプリングトレーニングの時どのぐらいだった？ちょっと待ってくださいね。スプリング、ちょっと待って、コメントがちょっと間に合ってないですね。タッチの逆転ツーラン、まさにスーパースターって感じでかっこよかったね。そうですね。ああ、でもまあ、スプリングトレーニングがやっぱり高いんですね。まあ、しかも回転効率やっぱ高いですよね。その回転数だけじゃなくて。回転数高い、回転効率高い、そしてリリースポイントが低いから、5.5 フィートなんでリリースポイント。やっぱりこう、じゃあ、浮き上がってくる感じにやっぱり高めに投げられると、まあそうなりますよね。松井くん元気ですか？ご飯行きましたか？ご飯行ってないですけど元気ですよ、すごく。楽しく。まあ、いろいろまだアジャストすることいっぱいありそうですけど。まあ、そういうのも含めて、まあ、日々多分、こう、慣れていってるんだろうな、っていう感じがしますね。涌井選手が通算160勝ね、しましたね、この前。なんか連絡しました。ナイスピッチングとは。あと40勝が遠いとは言ってましたけど。ドジャースタジアムの周辺は治安悪いですか？ LA 空港に近いほど治安悪いときますか？いや、治安はちょっとわからないですね。あの辺歩くことないので。まあ、ただやっぱり混む、もう渋滞が半端じゃないですね。本当に、試合後。プロスペクトが特別扱いされるのは選手間でギスギスしたりしないですか？いや、別にないですね。だってメジャーリーガーの中にプロスペクトが入ってきたところで、まあそんな、めちゃくちゃ特別扱いにならないので、まあ結局ルーキーなので、だからその、上がってきたところで、まあルーキーはやっぱりまだいろんな雑用するとかそういうのがあるから、マイナーの中でのプロスペクトはちょっとわかんないですけど、社内でコメント読んで読まないですか？僕読んだり、酔ったりしないですね。あ、音声がちょっとあれだと。すいません、ちょっとイヤホンなので、これは申し訳ないです。関係ないけど、以前、ツイッターにダルさんが乗っけて、日本ハムの親友に、めっちゃ似合ってました。ありがとうございます。アメリカって刺激的ですか？いや、わからないですね。それはその人によるんじゃないですか、ね。ベッツやフリーマン対策を教えてください。まあ言わないでしょ、それは。さすがに僕は引退したら言うけど、同地区だし。秋元さん亡くなりましたね。ちょっと悲しいですね。あ、ネットさんお疲れ様です。ドジャース戦頑張ります。ダルさん自身はピッチクロック始めてから負担増えた感覚はしますか？まあ、やっぱり、しんどく感じるときはあるけど、まあ、特に今年はやっぱりランナー出てから2秒減ってるんで、まあ、やっぱり結構しんどいですね。特にやっぱランナー出ると、より力入れてあげるし、それが20秒ね、だったらまたちょっと違うんだろうけど、それでもきつかったけど、去年みんなそうやって言ってたけど。ロスは試合だけして帰ってくる感じですか？いや、ホテル、ちゃんと LA のホテル、まあ、2時間くらいかかるので、行って帰ってはやっぱり、できないので。メジャーの人たちはアイスいっぱい食べまくりますか？まあ、食べたりしてますね、普通に。
メジャーがボールを滑らないように改善しないのはなぜなんですか？まあ、お金の問題でしょうね。まあ、やっぱそれによって儲かってる人たちがいるわけで。うん。そこを変えてしまうと、大変なことになるんじゃないですか？そういうお金の部分で。ダルさんの対策聞いてから試合見たら楽しそう。ね、解説とかそういうのデータで、こうって、今持ってる情報でできれば面白いんでしょうけど。ヌートバー復帰、へえ、そうなんですね。なんか脇腹かな、腰だかなんか痛めてますね。ピッチクロックが導入されてから配球を考える時間が減るという意味では、ピッチャーの方が不利ですか？まあ今は特にバッター慣れたらやっぱりそうでしょうね。ピッチャーしんどいだけなんで、ね、プラス考える時間も少ないし。逆にダルビッシュさん的にベッツやフリーマンの弱点かなってところあるんですか？言わなくてもか。いや、これはもう別に誰でもありますよ、そういうのは。うん、この球はやっぱり、その人の歴史から見てもやっぱり、打ててないっていう球はやっぱりあるので。トミー・ジョンが増えることに関して、グラスナーはピッチクロックではなくボールだと言ってましたね。まあ、グラスナーが言ってたのは、だから、あれはピッチクロックが設定される以前の話で、この粘着物質の取り締まりがどうとかっていう時に、多分そういう話をしてたので、ピッチクロックではなくボールじゃなくて、単純にその時はボールが、このボールだとやっぱり負担が増えるってことを言ってただけで、また違う話ですね、それ。まあ、ボールももちろんそれはだから絶対ありますよ。やっぱりやっぱり試合によってはすごい滑るボールばっかりある日もあるし、まあ、そうなるとやっぱり体の負担も増えるので。ダルさんは水原さんの普通に対してメンタルどうですか？メンタルと野球技術はリンクさせない。どういうこと？僕はだって別に何も関係ないので、メンタルも何もっていうところで、自分に起きたとしても、まあ、野球やってない時は考えるかもしれないけど、野球やってる時はそんなこと考えてしないので、うん、あんまり関係ないんじゃないですか。うん、皆さんはひまわりの種食べますか？たまに、食べますね。そんな、もう本当にベンチでずっと暇だったりして、そこにあったら食べたりしますけど、自分からこう好きで食べたりはしないです。ピッチクロックでボールカウント一つ取られることと一回に少し長く休むというのはダメですか？ダメですね。ボール一、ワンボールはちょっと大きすぎるので。あ、肋骨折ってたヌートバー。そうなんだ。引退後のダルさんの解説を一番聞きたいです。ね。まあ、どうなんだろう。オファーがあれば、やりたいですね。実況解説席とベンチの投手は時々インカムで会話してますが、ダルさんは、しないんでしょうか？聞きたいです。僕はもうずっと、最初の方にもうやらないって言ってて、やってないので、もう今は、聞かれなくなりましたね。うん、まあ、やらないですね。うん、今、バウアーは話題にならないですか？最近はなってないですね。
別に。まあ、そのなんか、ドジャース相手に投げたとか、ヤンキース相手に投げたとか、そういう時にやっぱソーシャルメディアとかは、やっぱりね、その時は話題になるけど、やっぱりなんか、こう、触れないですよね、あんまり。なんでそこまでこう、なんていうのかな、触れないようにするそういう空気なのかが本当にわかんないですけど、選手とか特に気にしてないんですけどね。多分 MLB とか球団がちょっとそういう感じに見えますね。NPB のボールが飛ばないと話題になってますが、どう思いますか？いや、わからないですね。僕打ってないし、比べてないので、わからないんですけど。まあ、例えば飛ばなくしてるんであれば、もうそれはやっぱり、いい方向にはいかないと思うので、NPB は。NPB はやっぱりこう、レベルを上げたければ、僕は思うんですけど、いつもストライクゾーンちゃんとまず整備すること、今みたいにこの、ね、横がとにかく広すぎるっていう状況だと、まあ、ピッチャーも育たないし、バッターも育たないから、そこストライクゾーンちゃんと、整備して、で、ボールをちゃんと普通に飛ぶようなやつにすれば、どんどんレベル上がっていくのになって思いますね。グラスのことは話すんですか？いやー、話さないですね。たまにテキストやったりするぐらいで。ですね。あ、サンディーゴから聞いてます。あ、そうなんですね。お疲れ様です。誤審について今後どうするべきか何か考えられますか？いや、まあ人がやってるからミスが出るのは当たり前なので、まあだからそれはもう本当に、そういうもんだって思うしかないんじゃないですか。でも最初から分かりきってるルールというか、それが嫌だったら全部機械にするしかないわけで、その機械が導入されてないんであれば、誤審はやっぱりあることだから、そこに対してこう、あんまり思うことは僕はないですね。僕は例えば監督だったりすると、そこまで言わないでしょうね。こうして日本も素材について批判が多いみたいですけど、誰さんは来てみてどう思った？素材は別に何もないですよ。僕は別にそんな不満があるわけじゃないし、ただ、やっぱりそのズボンの形がとにかくやっぱり悪いってみんな言いますし、それもまあ僕は思いますね、形に関しては。なんかこう、なんていうの。例えばじゃあ、お尻は普通に大きくして、ちょっと多分膝周りはちょっとキュッとしたり、太ももの付け根とか、あそこはちょっとこう絞ったりとか、まあ最初からするんですけど、そうじゃなくて、もう全部、ドーンって感じで、なんていうの、足首までまっすぐみたいな感じなんで、着ててなんか、なんていうの、まあ見た目がダサい。今ちょっとひまわりの種の話になってる。あ、イージョンフ選手と何話しましたか？いや、普通にご挨拶して、だけですね。最近サウンド入ってますか？昨日入りました。翔平君対策でやはりインコース高めの速い球は有効ですかね。さっきも言ったんですけど、そういうことは言わないです。そのベッツとかフリーマンの話もそうだったけど。山本のライジングボール好き。何ライジングボールって。山本。お忍び山本。めっちゃコメントがちょっと溜まっちゃってますね。すいません。一気に。ダルさんは日焼け止め塗りますか？デイゲームの時とか、キャンプの時とかは、まあずっと顔に、なんか以前、佐々木朗希くんが、インスタグラムで、ユートリションのボトルを、写真で上げてくれたんですよ。グローブと、ユートリションのボトルと、なんかあと日焼け止めみたいな感じで。そう、ほんでその時、なんか、なんていうの、
乗せてくれたから、その時に一緒に写ってた日焼け止め、俺がじゃあ今度買おうと思って、それをこう顔に塗ったりしますね。まあ本人多分それは知らんけど、まあ一応なんか、ありがとうございますっていう意味で、買いました。これも5って何だね。大勢が162キロ。すごいですね、大勢投手。まあ、ちょっと今日、今年やっぱすごいですもんね。真壁さんと連絡したりしますか？しないですね、そういえば。真壁は全然連絡取ってないですよ。最近。あの日焼けでも肌が綺麗に見えるやつ。あ、そうなんだ。今永さんと開発した球種ありますか？ないですね。あ、でも今永君にそのスライダーの投げ方を教えてくれって去年 WBC で言われて、で、そこからなんか感覚が良くなって、なんか使ってるとは言ってました。今もだからスライダー投げてそれじゃないかな。まあでも自分が言ったやつからアレンジしてるんだろうけど、もちろん。ダルビッシュさん、ウィル・アイルトンでしょ、ね、と話したことありますか？ありますよ。だって2017年一緒にやってるし、その後も、オフシーズンとかでもずっと離れても結構連絡取るんですよね、ウィル君。で、ドジャース戦だといつも挨拶するし、だからドジャースの時に、なんかそのね、ライトで、マエケンと3人でよくそのシャグしてたんですよ、BP 中のボール拾いですよね。で、ライトの2階席と1階席の間ぐらいにある、ドジャースのロゴがあるんですよ、なんか看板みたいな。で、それにボール当てたら、なんかその、まあ、結構高級な時計を買ってあげるって僕言ってたんです、当たらんと思ってたら。そしたら何球以内、3球以内とかなんかそんなんで、で当たらんかったんかしら。ほんでもワンモーチャンスみたいな感じでやったら当たってしまって、で、それ買ってあげたんですよね。それはもう今でもずっとつけてますね。毎回会うたびにどこ行っても本当にそれつけてくれてて、すごいそれなんか僕は買ってよかったと思いましたね。ウィル君がデータ分析から抜けるのは痛いと思いますか？どうなんですか？その、だから、どのぐらいのデータ分析ができるのかっていうところで、まあ、でもできるからもちろんメジャーにいるんだろうけど、抜けることはしないんじゃないですかね。それは、抜けるってなると、ウィル君が痛いですよ。だってせっかくその2017年終わってからずっとね、下積みして、そういう仕事したいってことで一回わざわざメジャーからね、アリゾナのところで働いていろんな勉強して、ほんで今こうやってメジャーのゲームプランニングのところに来てるわけだから、努力してやっとその仕事つかんでその場に来たのに、それを抜けるってなると本人が一番痛くないですか？ウィリーって呼んでました。いや、僕はウィル君ですね。ウィル君だし、僕はずっとウィル君に敬語です、今でも。結構年下なんですけど、多分。マエケンと一緒ぐらいかな？渡来選手はご存知ですか？知ってますよ、もちろん。一番打ってましたね、ずっと。横浜。